萩原千代は日本のピアニスト。日本におけるカール・フィルチュ研究の第一人者。2010年と2012年の2回にわたり、カール・フィルチュの世界と題し、旧東京音楽学校総学堂にて日本初演となるリサイタルを開催。2016年6月にはデビューアルバムであり、日本発売となるカール・フィルチュの世界を発表。 2018年8月には2枚目で世界発売となるカール・フィルチュの世界2を発表した。祖父は差し絵画家の深間さピアニストとしてのデビューは2003年4月のルーマニア国立トゥルグムレシュ公共楽団とのピアノコンチェルトだった。尾崎晋也の指揮のもと、ルーマニア国立トゥルグムレシュ公共楽団、同国立ティヌリパッティ公共楽団と共演を重ねる。 カノや、バラ園での、世界の野原91曲全曲演奏や、同地で、瀬戸口東吉コンサートを開催している。またミュージカルや、海上自衛隊に食卓され、第一航空隊大化などを作曲している。藤沢弥生、木村徹、尾崎真也、吉田豊、小林人志、純子マッサーリア、チーキーボールデスザー、チーキーボールデスザージュニアの各市に支持。 ありがとうございます。